今日の試合ハイライトで振り返りましょう。現在首位を走ります木下マイスター東京と現在4位の岡山リベッツの対戦。第1マッチは丹羽幸樹田添ペアに対して町飛鳥柏武ペアということになりました。丹羽田添ペアは今シーズン2度目のペア、町柏ペアは今シーズン初めてのペアとなりましたが、まあ、ゲームとしては木下マイスター東京がリードを主導権を握りましたね。はい、そうですね、安定感抜群の田添選手、そしてオリンピック候補選手の丹羽選手ということで、こう主導権を相手に渡さないまま勝ちを収めると、うん、柏選手のデビュー戦でもあったんですけども、いい木下マイスターズとしてはいいスタート切れましたよね。第1マッチは木下マイスター東京が取りました。そして第2マッチは地元静岡県での試合、水谷隼対岡山リベッツは三部公平という一戦でした。いや、台から離れたですね、激しい打ち合いが見れてですね、攻守の入れ替わりが激しい試合で、観客としては最高の試合でしたよね。そうですね、まあ、ラリーも食らいついていきましたというふうに水谷は話していましたし、地元での試合温かい気持ちでプレーできたとも試合を話していた水谷です。まあ、水谷選手があと1本渡さないと言いますかね、三部選手に与えないっていうプレーが光ってましたよね。ただ三部も今日ね、一つゲーム取れましたから、これも次につながりますよね。まだまだこれからの選手ですからね。第2マッチは水谷隼が取りました。そして第3マッチは張本対町飛鳥という一戦でした。まあ、町選手のですね、はい、逆回転サーブから逆モーションサーブからのですね、流れを引き寄せるっていうことをこう試みてですね、それが成功を仕掛けてたんですけどね、1ゲーム取ればどうなってたかっていう試合だったと思うんですけども、張本選手がよく踏ん張ってですね、2ゲーム目3ゲーム目の最後にはですね、はい、練習してきたフォアハンドをしっかり決めると、いうことで本人の自信にもなった、そういう試合だったんじゃないですかね。このシーンですね、はい、最後はフォアハンドで決めて、これでチームの勝利を確定させました。ストレートで町飛鳥を破った張本です。そして勝ち点4がかかる木下マイスターの第4マッチです。岡山は吉田正樹、丹羽幸樹との対戦でした。まあ、丹羽と吉田というのはお互いに北海道出身、青森山田中学高校ということで勝手したる中でしたが、これも一ゲームごとに流れが変わる試合展開でしたね。そうですね、サービスが上手な丹羽選手に対してですね、そのサービスを封じるようなレシーブをしてですね、厳しい攻めを吉田選手してましたね。第1ゲームは丹羽幸樹が取ったんですが、そこから吉田が粘りました。最終的には第2、第3、第4ゲームを吉田が取りまして、岡山リベッツが一矢報いました。木下マイスター東京は勝ち点4は取れず3で今日は終えたということになります。